ん、こんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、大変長らくお待たせいたしました。ようやく私のルームツアーをやっていきたいと思います。本当にお待たせしましたの一言に尽きるんですけれども、めちゃくちゃ長い間やるって言っていて、なかなかやれていなかったルームツアーですが、ようやく本日ルームツアーをしていこうと思います。前回のルームツアーが本当に2年前とかなのかな、はっきりとは覚えてないんですけど、おそらく多分そのぐらい前になると思うので、本当にお部屋が結構ガラッと変わってます。4月に入ってもう1ヶ月経とうとしてますが、新生活も始まって、なんかインテリアとかね、ちょっと変えようかなとか、どうしようかなって思ってる方もいるんじゃないかなと思うので、参考にしていただけたら嬉しいなっていう風に思います。わかるインテリアとかはブランドも記載しておこうかなっていう風に思うので、そこもぜひ合わせて見ていただけたら嬉しいです。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速このね、エントランス玄関から紹介していきたいなっていうふうに思います。まずこちらですね、玄関の扉、私はこんな感じになっております。すごくごちゃごちゃっとしてますが、私の姪っ子が書いてくれたお手紙です。前にこっちの家に泊まりに来た時に、私が先に出かけてて帰ってきたらこの置き手紙があって、めっちゃ可愛いと思って飾ってます。このね、ゾウさんがめっちゃ可愛いんですよ。てか上手じゃない？これ多分何歳だろう、4、5歳とかかな、4歳ぐらいかなの時に書いてると思うんですけど、めっちゃ上手と思って、おばばかですがこちらを飾っております。なんかこれはなんかでついてきたライトここにつけることはないんですけど、マグネットがついてたのでつけました。で、こちらのポストカードなんですけど、この2つはロンドンに今ワーホリに行ってる子がいて、その子が送ってくれたポストカードです。たまにね、なんか文通してるんですよ、こんな感じで。私もだから送ってて、これは前私が誕生日の時にくれたポストカードです。そしてこちらがですね、カゴ付き、こんな感じでカゴのついたフックをつけております。感じでこのカゴもあるしフックもあってめっちゃ便利なんですけど、これはフライングタイガーで買いました。エコバッグをこんな感じでめっちゃかけてる。でこれ前にバッグの中身を紹介した時に紹介しましたが、ブリアナちゃんのキーホルダーです。前ねこれ2個見せたと思うんですけど、これも実はあって、これは自転車の鍵につけてます。はい、ということで玄関入ってきたらこんな感じになっております。相変わらずね、靴の量が多いんですけど、これでもね、だいぶ私的には少なくなった方なんですよ。しかもこの自転車があるので、ここは結構スペース取ってるからの割には割と少ない方なんですけど、まあでもこっちの中とかにはね、もうぎっしりこんな感じで入ってます。ちなみにこの電動自転車はイーモトラットっていうところの自転車なんですけど、なんとイーモトラットさんにいただきました。本当にありがとうございます。電動自転車マジ超楽すぎて、一回乗ると普通の自転車乗れなくなる。タイヤもめっちゃ太くてね、超かっこいい。そして中に入るとここにですね、靴棚があります。こういった感じでちょっと入りきらないスニーカーとかを並べてみました。これイケアの棚なんですけど、以前は普通にインテリアを置く用として普通に使ってたんですけど、この棚を使わないことになってどうしようかなって思ってたら、靴置けそうじゃんと思って置いてみたら結構いい感じで収納できたので、こんな感じで置いてるんですけど、もうこれも入りきらなくって、なんかこの突起の部分にこうやって刺しちゃったりとかして、はい、収納と言えるのか分かりませんが、こんな感じで靴棚もあります。はい、ということで続いてキッチンを紹介していこうと思います。キッチンはこのような感じになっております。冷蔵庫、私はブラックの冷蔵庫を使ってます。もう一人暮らしなのでミニサイズ使ってて、でこの棚が収納棚なんですけど、一番上にはこの袋系とかがあって、二段目はお掃除系が入ってます。このね、これめちゃいいです。なんかめっちゃピカピカになる。あとこれも超いいです。なんかね、めっちゃ自然由来というか、すごい優しい成分なんですけど、めちゃくちゃ汚れが落ちてくれるっていう。これも知り合いの方からよかったら使ってみてっていう風にいただいたものなんですけど、すごい良くて、大きいサイズもねあります。なんかお洋服のシミとかもめっちゃ落ちるし、歌麿みたいな感じで使ってる。でここの段は、まあ、なんかお米とかですね。この下には使わなくなった花瓶が置いてあります。めっちゃある。でこの下は、まあ、このゴミ袋とか、奥にエプロンがあったりします。で一番下は水のストックがいっぱいあります。私はもう Amazon でね
いつもいっぺんに頼みます。まあ、ここは紹介しておこうかな。前にあのリビングに飾ってあっためちゃめちゃ大きい A1 サイズのポスターなんですけど、賃貸でも大丈夫っていうホッチキスで止めれる、見るかな、ホッチキスで止めれるやつを見つけまして、飾ることに成功いたしました。壁に私がね一応フォトショーで描いたポスターです。はい、ということでじゃあ続いてリビングルームに移っていこうかなって思います。リビング入ってくるとこんな感じになってます。じゃーん。まずこの棚なんですけど、これあの前にテレビボードとして使っていたニトリのテレビ台なんですけど、テレビ置いてる台を今ちょっと変えたのでこっちに持ってきまして、こんな感じでなんかまあインテリアちょっと置いたりとかしてます。ここにはなんかガジェット系っていうかコードとかカメラ関係のものとかが結構いっぱい入ってたりして、こっちにはなんかお香だったり本とか、あとここはメイクポーチが入ってます。でこの上にもいろいろちょっと飾ってるんですけど、まずこれはあの前にね YouTube でも組み立ててるところとか紹介したかなと思うんですけど、友達からね今年タンプレでもらったレゴフラワーです。めっちゃ可愛いんですよね。これ枯れないし、すごい組み立てるのも楽しかったし、でも自分では買わないと思うからすごい嬉しいプレゼントです。この花瓶はちなみにアーバンとフィッターズで買いました。ここにはまあキャンドル系を立ててます。でまあキャンドルスタンドがこれは H&M のやつで、まあ、奥の2つはなんかワインをね友達とかと飲む時に開けて、それの瓶にこんな感じでろうそく刺して飾ってます。でこのキャンドルホルダーがアーバントフィッターズかな。奥にはこれも H&M のキャンドルホルダーなんですけど、お香をちょっとこんな感じでパスタみたいな感じで立ててます。すごいちょうどよかったので立てました。めっちゃ大きいリップがあると思うんですけど、これはマックさんにですねなんといただいたもので、非売品のものらしいです。リップスタンド、リップを飾れるんですよこれ。ここのねリップの部分をこうやってパカって開けるとこんな感じで穴が開いていて、ここになんかマックのリップとかをね飾れるっていう、よかったらインテリア使ってくださいっていう風にいただきました。めっちゃ大きいんですよ本当に。これわかるかな、とリアルに再現されててマックのリップが超可愛いです。ありがとうございます、本当に嬉しい。そしてこのキャンドルなんですけど、これは前にあの私のお気に入りの香り紹介で紹介したことありますが、暖炉のキャンドルです。中がねこれあのウッドのチップになっていて音もいいっていう、めっちゃお気に入りのキャンドルです。でこのカーボーイのハットのやつはさっき見せたお香とセットでついてきたインセンススティックホルダーになってます。めっちゃ可愛くて気に入ってる。これもアーバンとフィッターズで買いました。そしてこっちはパロサントの容器なんですけど、これもアーバンとフィッターズだったかな確か。この下のコースターは表参道にあるシボネだったっけなでゲットした可愛いコースターです。こっちはちょっと貝殻っぽい感じなんですけど、これも同じところで買いました。でここに乗せてるこのねストーンなんですけど、これめちゃくちゃいい香りするんですよ。一緒についてるこのオイルかな、なんだろうこれ、ストーンディフューザーを数滴ここに垂らして香るっていうやつなんですけど、これも誕生日にいただいたもので、すごいいい香りでとてもこうなんかリラックスできるような香りで気に入ってます。その奥がマーシャルのスピーカーです。私ほんとお風呂入る時とかもこれ持ってって音楽流すぐらい本当に四六時中音楽は流れてるんですけど、すごい使ってる便利な Bluetooth のスピーカーです。でその隣にもキャンドル置いてますが、このキャンドルホルダーは H&M ホームで買いました。その隣は前に紹介したアポテーケのディフューザーです。ブラックウードっていう香り使ってます。その横にあるこのキャンドル立てはフライングタイガーでゲットしました。で奥にはあの YouTube のね10万人の盾が飾ってあって、でこちらは、インセンススティックホルダーがいっぱいあります。手で持ってる風になるこの容器はバイまでゲットしたやつで、この奥の雫型みたいなやつは友達からタンプレでいただいたものです。これはまあインセンススティックホルダーというか、私はこんな感じでクリップを置いてここにインセンススティック立てて使ってます。お香って炊くとこの灰がめっちゃ落ちるじゃないですか。これもまあ一応受けてくれはするんですけど、結構あのそのままねこの台とかに残っちゃうことがあって、それが嫌だったので、この大きいトレイは H&M ホームで買ったやつなんですけど、まあ、このトレイ持っていけば捨てれるみたいな感じでやってます。でそして最後こちらのポスターなんですけど、これ私はエッチーっていう個人とかでも販売されているような本当に世界各国のショップが集まった、まあ、アプリがあるんですけど、そこでゲットしたポスターです。デザインとこの絵の感じが可愛くてとても気に入ってます。私あんまりこういうタッチの絵とか今まで買ったことなかったんですけど、割とインパクト出てポイントになって
かわいい。そしてこちらの電気ペイのやつです。ライスペーパー和紙かなでできてる電球なんですけど、これはピンタレストとかでなんかこうインテリアの検索とかしてても本当に使ってる方が多くって、私はそこでちょっと一目惚れしてゲットしました。私この電球をねカラーの電球にしていて、こうつけると今ちょっとカメラでわかるかわかんないんですけど、黄色のねライトがついてます。カメラだと多分オレンジっぽく見えてる気がするけど、本当はねイエローのライトになってて、ちなみにこの電球は携帯のねアプリと連動していて何色にでもできるっていう、すごいですよこれ。ほら本当に細かい好きなカラーに設定できてすごい気に入ってます。普通にちょっとまあ明るいさ欲しいなっていう時はやっぱこういうイエローとか暖色系にしたり、あとここにね真っ白のやつもあるので、まあ、これにしたりとかで、まあ、ちょっとムーディーな時はピンクとかレッドとか使うこともあるかな。個人的に気に入ってるのはここら辺の紫かな。ちょっと青み系の紫がね可愛いんですよ。ヒーリングの時はグリーンとかっていう感じで、はい、使っております。そしたら続いてこちらの私のデスク周りをちょっと紹介していこうかなと思います。デスクはこんな感じになっております。じゃあまずこの上のポスターから紹介しようかな。このポスターはこれもエッジで買ったポスターになっております。このグリーンにねこのシンプルな文字が気に入っているポスターです。でちょっとあそこにはまあなんかビデオのアイディア、はい、貼ってるだけですでこちらのデスクですね。まずこのテーブルは前にこれはあの動画でもね組み立てたので動画載ってるんですけど、ノーチェってとこで買ったデスクです。多分今もうないとは思うんですけど、形がね可愛くてウッドの色味も素敵で気に入ってます。でこの椅子ですね、これがモントアンティークっていうところでゲットしたチェコのヴィンテージの椅子なんですけど、これ柄がすごい可愛くてとても気に入ってます。ちなみにこのクッションというかはムートンのクッションで気持ちいいので効いてるんですけど、下もこんな感じになってます。パソコンはちなみに私は MacBook Pro 使っていて、16インチっていうもうバカでかいサイズのパソコンを使っていて、でこのキーボードは Amazon で買いました。でこっちには小物たちがいっぱいあるんですけど、このコースターはねスペースアベイラブルっていうところのやつで、 T シャツを買った時にタグに一緒についてたコースターです。すごいなんか柄が可愛くて気に入ってます。これは最近 ZOZO でゲットしたインヤン柄のお香立てなんですけど、こういうやつってなんかお香がぴったりはまりすぎちゃって最後たまにここを取ろうとしても詰まっちゃう時があるんですよね。みんなどうしてます？そういう時私はなんかピンとか安全ピンとかでこうこそげてこそげて撮ってるんですけど、ちょっとなんかいい方法知ってる方いたら教えてください。これはあの後で紹介するんですけど、壁にコルクボードをね前つけたかなと思うんですが、そこに写真とかを飾る時に使っているピンでめっちゃ入ってる。これは付箋が入ってますね。これはもうメモ帳かなです。でこちらには暖炉のインセンススティックが何個かあります。そしてこちら側に行くとですね、私のあのリップケアがめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、これは視聴者の方にいただいたリップです。すごいいい香りで気に入ってます。でこれがプラダのリップなんですけど、可愛い色なんですけど、クリアのケアのリップも置いてます。あとこれはキールズのリップバームですね。ここにはもうハサミと、あとアベンモアのステッカーがめっちゃあるんですけど、とあとロードのヘイリーのねリップを入れてます。これすごい気に入ってる。カーボーイの写真立てなんですけど、これアーバントフィッターズで買いました。であとはまあ普段使ってる AirPods Max と、ここにもブリアナちゃんがいます。ポールダンサーの方なのでポールダンスしているブリアナちゃんと、髪の毛ちょっと止めたい時とかに使うヘアクリップと、このねランプもめっちゃ気に入っててすごい可愛いんですよ。これ多分なんですけどリメイクしてるのかな、このグラフィックとかをね多分後からプリントしてリメイクしてるのかなと思うんですけど、これがホームエコノミックスエクスペリメントっていうところのランプで、すごい気に入ってます。柄が可愛くってとってもお気に入りのランプになっております。デスク周りはこんな感じで、こちら側に行くとじゃじゃーん、こんな感じでダイニング、プチダイニング、カフェコーナー的なのがあります。ここも私すっごいお気に入りのゾーンなんですけど、まずこのね、ラグ、めっちゃ可愛くないですか？このラグ。モアジョイっていうブランドのやつで、すごい可愛くて気に入ってる。見るだけでハッピーになれるラグです。そしてこの机が、前にも、これも動画で紹介したんですけど、バイまでゲットした机
机です。サイズ感がほんと良くて、私はいつもここでご飯を食べてます。で、その横にはこれも前まで買ったラタンのチェアがあります。これも結構ピンタレストとかで見かけること多いインテリアかも。こちら側にはこれもすごい気に入ってるんですけど、あのさっきのデスクのチェア、あのねストライプのチェコのチェアと同じブランドのモンタアンティークっていうところのやつで、これもすごいお気に入りなんです。このゼブラ柄がほんと可愛くて、絶妙な色味でめっちゃ可愛くて気に入ってます。で、その奥にはこれは普通になんか楽天とかでゲットしたハイチェアになってて、その上にランプを置いてます。これはヤフオクでゲットしたランプです。これもすごい気に入ってる。ご飯食べる時とかはこれをこんな感じでライトつけてご飯食べたりしてます。このなんか木の感じとメタリックな感じが混ざってて可愛いです。そして次こちらのゾーンですね。これは前に動画でも紹介した動画にしたコルクボードなんですけど、結構増えてきました。姪っ子、甥っ子とか家族の写真とかも貼ってあったりするので、あんま近くではちょっとお見せできないんですけれども、こういった感じで写真をね貼ってます。これは私がちょっとなんか落書きしたやつなんですけど、可愛く描けたので印刷して飾ったりとか、これはなんかタグとかですね、デザインが可愛いものとかを適当に貼ったりしてて、でこれがねテイラーのライブに行った時のライトなんですけど、思い出として飾ってます。マジで本当にテイラーのライブ良かった。本当にもう一回行きたい最高でした。はい、っていう感じで、これも私のピンタレストでこういうインテリアをしてる方見て、めっちゃ可愛いと思って真似して自分でなんかコルクボード貼って作ったゾーンになります。お気に入りということで、次こっちのリビングゾーンを紹介していきたいなと思います。リビングは今こんな感じになっております。で、まずこのオーガスタちゃんなんですけど、多分ね昔から YouTube 見てくださってる方はすごいあのって思うと思うんですが、なんかすごい元気なくなっちゃっていて、ここずっと割とね頻繁にマイピキをしてたんですけど、マネキをしすぎたのか何なのかちょっと私もね分からないんですけど、すごいあの高さも低くなっちゃって、これ以上あんまり育ってくれなくなってきちゃってて、で植え替えをねしようと思ってるんですけど、なんか植え替えの時期が5月から9月だったっけなっていう風にネットでは書いてあって、そんなのでちょっと5月入ったらちょっと植え替えをねしてみようと思ってるんですけど、あんまり元気がなくなってきちゃいました。だいぶ低くなっちゃった。でもなんかこれもこれでなんかバランスがすごい私は好きなんですけど、でも本来もっとふさーってなってたからちょっと心配なんですが、はい、オーガスタちゃんがいて、こちらのランプですね、このカーブがかったランプなんですけど、これはね IKEA でゲットしたものです。これはもうずっと使ってるやつかな。なんかこのカーブがインテリアとして可愛くてとっても気に入ってます。そしてこちらの椅子なんですけど、これはね私がすごいもう探しに探しまくってゲットしたっていう椅子です。このカーブ柄の革でできた椅子です。めっちゃ可愛くて気に入ってる。そしてこの上に置いてあるポスターは、これも私がフォトショーで作ったポスターです。私あのテイラーのデリケートっていう曲がすごい好きで、それをちょっとイメージして自分なりに書いてみたっていうポスターを飾ってます。次こっちのテレビ台の方に移っていきたいと思うんですけど、今このテレビ台として使ってるのがコスメ収納用にゲットした棚なんですけど、これはローヤでゲットした棚です。ウッドのやつなんですけど、こんな感じでコスメがいっぱい入っております。本当に使い切れないぐらいあるんですけれども、こんな感じで入っていて、でそしてこちらの植物ちゃんたちですね、こっちはすごい元気に今も育ってくれているやつで、右の方がですね、これマネーツリーなんですけど、ラッシュのマネーツリーで、前にあのポップアップをした時にサブちゃんが、サブリナがくれたマネーツリーです。これもすごいね育ってくれてていい感じに。でこのプランターなんですけど、これは JAU っていうところでゲットしたやつです。こちらも結構育ちましたよね、多分前にも動画で紹介しましたが、ちょっと名前が長くて覚えられないんですけど、このね葉っぱの柄がすごい可愛い植物です。鉢カバーなんですけど、これはウェルカムトゥ CCC っていう韓国のブランドの鉢カバーで、とても可愛くてお気に入りです。そして次こちらのゾーンなんですけど、まずこの額縁に飾ってあるこちらは台湾に旅行に行った時にゲット
しました。花文字だったっけなって言って、すごい伝統的なっていうか有名な、台湾では有名なやつなんですけど、シューナっていう漢字を書いてくれたんですよ。紙に書いてほしい漢字を書いて、それを見ながら、すごいキュートなおばあちゃんが書いてくれるんですけど、すごい可愛くて気に入ってます。家族にもね、お土産で買っていったものです。家族も飾ってくれてました。そして、こちらが、まずこの2つ、このミリアードの玉と、ちっちゃいミラーボールがですね、実は線抜きになっていて、めっちゃ可愛くないこれ。瓶とかのね、線をこうやってキュッて抜けるんですけど、これはアーバンアウトフィッターズで買いました。アーバンアウトフィッターズはなんかこういうちょっと可愛い小物とかもすごいたくさんあるので、でもおすすめ、可愛いです。で、これもアーバンアウトフィッターズだったかな、インセンススティックホルダーになっております。で、このお皿なんですけど、ビュリーのインセンスマッチみたいなのをポップアップした時にいただいて、それと一緒にこちらのプレートもね、いただきました。マッチのやつつけて置いたりとか、あと私はあのペーパーインセンスも前ねいただいたんですけど、それを置く時とかにもね使ってます。で、こちらもインセンススティックホルダーなんですけど、何個あんのっていうこれは韓国に旅行に行った時にゲットしたやつです。シンプルで星が可愛くて気に入ってます。よし、じゃあ次こっちのゾーンに行きたいと思いますが、まずこのテーブルなんですけど、こちらのテーブル、カーペット汚いなカーペットめっちゃ汚いですか、ご了承ください。こちらのテーブルがですね、ファニチャンハンターっていう、なんか韓国の家具とかをセレクトしているブランドさんなんですけど、で、ゲットした机です。結構コンパクトなサイズ感で気に入っていて、これガラスなんですけど、どっちも2段ガラスがあって、どっちもちょっとこういうスモークがかったというか、若干こう茶色っぽいカラーのガラスになっています。こういうガラスのテーブル、やっぱり指紋とか汚れとか目立ちやすくって、結構定期的にねこう拭いたりとかしないといけないんですけど、でもなんかこう抜け感が出るっていうか、すごいこう質感がやっぱ他の家具、ウッドだったりこのファブリック系の家具とはちょっと質感が変わるので、私はそれがすごい組み合わせが好きで、こちらのテーブルにしてます。この下のところにね、いろいろ飾ってるんですけど、これはなんかツタヤでゲットしてきたデザイン系の本かな。この下のやつもそうなんですけど、同じやつなんですけど、こんな感じのちょっとグラフィックというかがいっぱい載ってて、 YouTube の編集だったりとかなんかのこう参考にできるかなと思ってゲットした本です。あとこの下にはあのセイラちゃんの写真集があります。前ね一回ランチ一緒に行ったんですけど、その時にサインもいただいちゃいましたオタクしてる。本当に可愛いのよ、本当に美人、美人さん。ちょっとまた早くランチに誘いますこちらがジャックムスの本なんですけど、おしゃれでね、これも2冊あります。そしてこちらのポストカードは、あの韓国に旅行行った時にロンドンベーグルミュージアムで買ってきた可愛いポストカードです。で、これはクリスマスにロンドン行ったんですけど、その時のクリスマスプレゼントでもらいました。で、この下はこれも台湾に旅行行った時に作ったポーセラーツっていうやつなんですけど、このお皿も超気に入っていて、これ台湾の形なんですけど、ちなみにこれになんかこういうシールっていうのかな、なんて言うんだろう、をこう貼って自分でデザインして作れるってやつなんですけど、すごい可愛くできて気に入りの皿です。私はまあこういった感じでちょっと小物を置くのに使ってます。これ本当に楽しくて、ポーセラーツを教えてくださる先生の方もすっごい優しい方で、もうめちゃくちゃ思い出に残っているお皿です。こちらにはでっかいキャンドルがあります。これはザラホームのキャンドルです。で、その下には前動画でも出てきたと思うんですが、誕生日にラグ作りに友達がねサプライズで連れてってくれるっていう風に言ってくれてたんですけど私がなんと前日まですごい高熱を出してしまって、急遽キャンセルしてしまったんですけど、友達がね行って私の分も作ってきてくれたっていうラグです。このキャンドルにすごいぴったりちょうどよくて、こんな感じで使ってます。ありがとね。で、こちら側にはこれ韓国でゲットした本なんですけどがあって、その上にはこれもねポップアップの時にいただいたものなんですけど、ここにはリップキューブを入れてます。これもプレゼントでもらったなんか私もらい物ばっかりかな。ユリーのリップと、あとはハンドクリームとか目薬とかシュシュとかリップ、こんな感じで入れております。あとこれはプラダのキャンドルがあります。ということで机はこんな感じでした。で、こっちにあのクッションがあるんですけど、これキャセリーニのクッションで、配色が可愛かったのでゲットしました。ソファーは前から変わっていなくて、ローヤでゲットしたローソファーになります。4年ぐらいかな使っていて、結構ちょっと毛玉とかも
見えちゃってまーすっていう感じですが、ローソファーのところが私的にはすごいお気に入りポイントです。で、こちらのクッションカバーは AFB っていうところのクッションカバーです。で、このコードがね、本当私どうしようかなと思ってるんですよね。どうしようもなくってめっちゃグワーってなっちゃってて、これがなんかちょっとさ可愛くないなって思いつつも、まあ、携帯の充電とかカメラの充電とかいろいろするのでここに置いてますね。で、ソファーのサイドにはゴミ箱とサイドテーブルを置いてます。ゴミ箱は確か IKEA で買ったやつで、このサイドテーブルはどこだったっけな、なんかベースとかそこら辺で買ったような気がします。ちょっとこれあやふやで申し訳ないです。あ、で、この iPad のケースをよく聞かれるんですけど、これ私は Amazon でゲットしたこのブラウンのね、レザーのケースにステッカーをめっちゃバーって貼ってるっていう感じです。で、あとこの電気だけ紹介しようかな。こっちの電気なんですけど、これポップインアラジンっていうプロジェクター兼電気みたいな感じのやつで、これであのネットフリとか YouTube とか見れるんですけど、普段は壁に時計を映して使っております。で、わかるかな、こうすごい白い点々がシャ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 ってなってるじゃないですか。これ最初はなってなかったんですよ。最初はもっとクリーンな感じだったんですけど、そろそろ寿命なのかな。ママお父さんが来た時に聞いたら、もうこれプロジェクターのあれがダメになってるんだよって言って、寿命だって言われちゃったんですけど、ホコリとかでもなさそうなのでちょっと直せなくってこのまま使ってます。ということで、リビングはこんな感じでした。ちなみにね、このリビングルーム結構いろんなところに間接照明があるんですけど、夜とかはねこの間接照明だけで過ごしたりとかするんですけど、その雰囲気もめちゃくちゃ好きで、とってもお気に入りのお部屋です。あとはなんか天気がいい日とかは結構夕日の光がすごい差してくる方角の家なので、そういう日とかが入ってくるとめっちゃエモい感じの雰囲気で、そこが好きなポイントです。はい、では次、こちらのベッドルーム、寝室に行きたいと思います。寝室はこんな感じになっております。じゃーん、ちょっとあの汚い部分もあるんですけれども、まず入ってくるとこちら側にピアノがございます。これ電子ピアノで Amazon で私買ったんですけど、もともとピアノを小学校の時に習っていまして、で、まあ、小学校で習い事はやめちゃったんですけど、久しぶりに実家帰った時にピアノ弾いたらすごいハマっちゃって迎え入れてしまいました怪獣の花歌をずっと練習していて、だいぶ弾けるようになりました。で、こちら側にはちょっとここが物置みたいな感じになっちゃってるんですけど、あのネイビーのねスツールは IKEA で買ったやつで、毛布とかをね入れてるんですけど、そこに入りきらない毛布がいっぱいあります。最近はあんまり毛布使うことも減ってきたので、ちょっとここにまとめてるんですが、本当は収納したいですね。で、あれはヨガマットです。ここも私結構気に入っているゾーンなんですけど、このチェアは引っ越した当初に買ったチェアで、結構これ大きいんですよね。だから幅を取るので置き場に困ってて、あんまり今まで活用できてなかったんですけど、ベッドの位置をね変えたんですよ。もともとこっち側にベッドを横にこうやって置いてたんですけど、この壁に沿って縦に置いたので、こっちのスペースができたから、ここに今置いてるっていう感じです。デザインもすごい可愛くておしゃれで気に入ってる椅子です。そして次、こちらのベッドサイドテーブル、これちなみに IKEA でゲットしたやつです。ここにはまたマーシャルのスピーカーがあります。マーシャルのスピーカー本当私気に入っていて、寝室にもね置きたいなとずっと思っていたので、新しく迎えました。こちらはこちらのランプがラクマだったかな、ヤフオクか忘れちゃったんですけど、どっちかで買いました。このランプもねなんかコンパクトで可愛いんですよ。デザインも可愛いし、夜とかこういった感じでつけてる間接照明です。そしたら続いてこちらのランプスタンドを紹介しようかなと思います。このランプスタンドもヤフオクでゲットしたものです。なんかアメリカ軍のって書いてあったような気がします。このランプもすごい可愛くて気に入ってるんですけど、ここにねテーブルがついているので、ここにちょっといろいろ物を置いてるんですけど、これもキャンドルですね。キャンドルホルダー、これは Amazon でゲットしたやつで、ここにはリップがあるんですけど、このハートの器はH&M ホームでゲットしました。これはあの友達からタンプレでもらったウェーベのキャンドルだったんですけど、全部使い切ったのでハンドクリーム入れたりして使ってます。あとはまあなんかルームフレグランスとかそういう系かなを置いてます。そしてこちらのね電気はですね、あのさっきダイニングのところにあったヘイのものと同じやつで、こちらと形が違うバージョンなんですけど、直径が50のやつだったかな、50センチだったような気がするのライスペーパーの電気になります。これもすごい気に入ってる。寝室にこのなんか丸いちょっと柔らかい感じのライトがあるのがすごい可愛くてとっても気に入ってるんですけど、ちなみにこれもカラーの電球を使っているんですが、さっきのよりはちょっとあの調節が効かない感じのやつなんですけど、一応これが今ホワイトのカラーで、あとはまあ赤とかグリーン
ブルーとか、これもなんかまあいろいろと色味が変えられるので、ほんとその日の気分によって変えたりとかして、はい、使ってます。このブルーかわいいね。ちなみにこれはなんかカラーがどんどん変化していくみたいなのもあったりします。いろいろあるんですよ、こういうパッパって切り替わるやつもあったり。これちょっとパリピ、これちょっとパリピモードですねこれ使ったことないな、すごい。これおもろ。寝るときはだいたいやっぱもうちょっとヒーリングモード入るので、こういったグリーン系を使ったりとかして、目に優しいカラー使ったりとかしていますね。そしてこちらのベッドカバーですね、これめっちゃお気に入りなんですけれども、これがね、あの韓国のブランドのガタっていうところのベッドカバーです。すごい可愛いの、これギャザーが寄っててめっちゃ可愛いんですよ。ちょっとクリームっぽい色のものを買いました。あと枕カバーもねセットであります。2個、すごい可愛くて気に入ってるベッドカバーです。ちょっと高かったんですけど奮発して買いました。でシーツっていうか敷布団、これも前になんか動画で多分載せたと思うんですけど、ムートンのベッドシーツを使ってます。これが本当にねふかふかで気持ちいいんですよ。めちゃくちゃ高かったんですけど、まあ睡眠は本当に大事ということで、結構寝具には気を使っています。というわけで寝室はこのような感じになっております。はい、そしたら続いてラストのお部屋を紹介していきたいと思います。ラストがあっちのお部屋なんですけど、あちらはもう衣装部屋と化しておりますでも衣装部屋も結構私ね気に入っているんですけど、あ、その前にこのポスターをねすごいたくさん質問でいただくことが多いんですが、これは私が自分でフォトショーでデザインして作ったポスターです。元々は本当にまっさらな This is my thing っていう、まあ、私の宝物みたいな意味のポスターだったんですけど、それに、まあ、なんか友達との思い出の写真とかをプリントして貼ったりとかして作ったポスターになってます。これもどこのですかって聞かれたりとか、作り方を聞かれるんですけど、このポスターサイズのピクセルで自分でデザインして、それをまあポスターのプリントのところを頼んだりとかして作ればできますっていう感じ。なんか販売とかはないんですが、なんか参考にしてみてくださいこれはすごい私も気に入ってるインテリアです。早速入りたいと思います。失礼します。じゃじゃーん、こんな感じになっております。はい、ということですごい量ですね。こんな感じでもう完全なる衣装部屋になってます。正直こっちはあんまりもうちょっとなんかやりようあるなっていう感じで思ってるんですけど、まずここがですね、もともとこの家にある収納というか本棚かななんですけど、私はこういった感じで、まあ、マニキュアとかを置いたり香水置いたり、一番あってるけど見たりっていう感じで使ってます。まあ、上の方は本当にもうなんか小物を適当にちょっと置いちゃってるっていう感じなんですが、ちなみにこれは IKEA で買ったやつかな、リングをつけたりとかしてるやつですね、オブジェで。このデジカメも最近あんまりちょっと使えてないんですけど、新しくデジカメ買ったので、これもちょっと使ってたルミックスのデジカメ、赤色なのが本当可愛くてお気に入りです。で、あれは一昨年の年越しの時にみんなで作ったフライングタイガーで買ったんですけど、本当は手形を取れるってやつなんですけど、なかなかうまくいかなかったので、もう私はこんな感じでピースマークを書いちゃいました。色合いとか私の個人的には好きな色合いなので割と気に入ってます。で、この下にはしんちゃんのライブのやつだっけな、これはがありますね。で、こっちにはみんなからもらった私をこうデコってくれたやつを飾ってます。もうちょっと色々あるんですけど、本当はちょっと飾りきれないやつは今収納の方にしまっちゃってますが、ありがとうございます、本当に嬉しい。で、次があちらなんですけど、このね壁にかけてるやつ、前ストーリー載せた時に結構質問来たりしてたんですけど、カニちゃんハンターっていうさっきの机と同じところで買ったやつです。こうドアとかに引っ掛けて使えるっていうフックというかになってて、私はこんな感じでキャップとかをかけてます。で、その下はマフラーとかバッグとかかけてる、ベルトとか赤いのがね可愛くて、これもすごい便利です。なんかほんと何もないところに収納を作れるので、物が多い方はおすすめですね。キャップもすごいなんかいい感じに整理できて、個人的には気に入ってる収納です。はい、じゃあ続いてこのチェスト、タンスをちょっと紹介していきたいなと思うんですが、まずこのポスターから紹介しようかな。これもキッチンと同じようにホッチキスで付けれるやつにかけて飾ってます。これもエッチーでゲットしたポスター
です。棚の上はいろいろこんな感じで飾ったりとかしてるんですけど、これはねチンザノっていうイタリアのお酒のブランドなんですけど、このなんか非売品のトレイみたいなのをメルカリで買いました。すごいデザインが可愛くて気に入ってます。ちなみにここにはメガネをね、いろんなメガネを入れてます。そしてこっちに行くと私のお気に入りのディプティックの香水たちがあります。一番つけてるのはこのタムダオで、こっちに行くと鏡があります。これはどこで買ったっけな、ちょっと忘れちゃったな。丸いねちっちゃいミラーを置いてて、その前にはまあハンドクリームとかタンバリンズの香水とかラボの香水、マルジェラの香水とかいろいろ置いてます。あとキャンドルもこんな感じで置いてます。このキャンドルホルダーもアーバンフィッターズで買ったやつです。これが灰皿になってるんですけど、なんかこの灰皿のデザインが可愛いなと思ったので小物入れとして使ってます。エアポッツとか、これがさっき言ったインセンスマッチなんですけど、これを入れてたりとか。ちなみにこの灰皿はこんな感じのデザインです。すごい可愛いですよね。無審査で買いました。こちらの奥のこのアートなんですけど、これは私がディプティックさんにイベントにちょっと招待していただいて、その時に実際に書道家さんの方にちょっといろいろ教えてもらいながら自分でちょっと作ってみたアートです。ちょっと破れちゃったりとかしてるんですけど、それが逆になんかアートかなみたいな感じで、割とまあ気に入ってるので飾ってます。あとはもう本当に香水とかかな。ここら辺はこれはさっき紹介したコースターのやつで、これはエイプのなんか記念のクリスタルストーンっていうのかな、なんて言うんだっけ、なんですけど、でもいただいて飾っております。でこのリングのケースなんですけど、これはお母さんがねフライングタイガーがなんかできた当初ぐらいの時に行って買ってきてくれました。ハートのガラスのやつ。そしてこちらの顔の形のこれフラワーベースなんですけど、実はこれは H&M ホームでゲットしたものです。ここにはなんかまあお財布系をちょっとチラッと入れてたりします。で後ろのこのフラワーベースも H&M ホームだったかなでゲットしたやつです。そしてこのねアクセサリー入れ、これ結構質問いただくこと多いんですけど、 Amazon でゲットしたものになります。こんな感じで上にはピアスとかをちょっとぐちゃぐちゃですが入れてて、こっちにはネックレスがかけれます。であとまあ引き出しがこんな感じで6番かなついていて、もうなんかそれぞれいろんなアクセサリーを入れております。はい、で次こっちの鏡ですね。この鏡は IKEA で買った全身鏡です。もうずっとこれ使ってます。こちらのラックなんですけど、これ2段のラックになっていて、これは楽天だったかなでゲットしたシルバーのラックです。ここにはなんかバッグかけてあったりとかして、あとこっちには長いロング系の歌、高さがあるのでロング系の歌をかけてて、こっちにはベルトとかを S 字フックにかけてます。あとはバッグとかね、トートバッグ系とか、ここは帽子とかをこうやってかけてて、シュシュとかヘアゴムとかヘアバンドとかを入れております。あとはこんな感じでボトムハンガーをねかけたりとかしていて、続いてこちら側の収納なんですけど、これは前にね組み立て動画あげましたが、ディノス家具で買った収納になります。軽めのアウターと T シャツとかタンクトップとか類をハンガーでバッとかけてます。やっぱハンガーだとね畳まなくていいので、すごい収納が楽で、あと見えやすいしシワもつきにくいのでいいかなと思います。で上にはシューズをめちゃくちゃ置きました。結構ロング系のブーツとか、さっきのシューズクローゼットに入れれないようなものとかをこんな感じで上に置いております。じゃあ次こっちのデニムラックを紹介したいなと思うんですけど、これはねAmazonで買いましたね。普通になんかラックを買って、そこにこれもAmazonでゲットしたやつなんですけど、この S 字フックをかけて、そこにベルトループに通して使ってます。これも前にね動画を撮りながら収納したので、その動画もあります。もともとねこのラックは寝室にあったんですけど、やっぱりなんかまとめた方がいいなと思ってこっちに持ってきちゃいました。でこの棚とねそれ被っちゃってると思うんですけど、これ簡単にコマになってるから簡単にこう移動ができるので、こっちのものを取りたいなっていう時とはこんな感じで移動して使ってます。でちなみにその後ろには IKEA で買ったラックにダウンとかちょっと大きめのアウターをかけております。
で、あとまあこの絨毯かな、ペルシャ風のね絨毯なんですけど、もちろん本物じゃないんですが、ペルシャ風の絨毯なんですけど、これはね楽天でゲットしました。でもちょっとねなんか色が濃いっていうか、もうちょっとなんかこう、まあ、使っていくうちにどんどん変化はしていくと思うんだけど、もうちょっとなんか焦ってる感じのものでも雰囲気あってよかったかなっていう風に思ってます。で、私ピンタレストでこのペルシャ風の絨毯を使ってる人よく見てて、可愛いなと思って気になっていて、今回この衣装部屋にね引くことにしたんですが、これにこのミラーボールを合わせてる方がいて、そのお部屋がすごい可愛くて、なんかちょっとこうヴィンテージな感じと、このちょっと、ね、現代というかモダンというか、なんて言うんだろう、このちょっとミックスな感じがすごい私的にはツボで可愛いなと思ったので、ミラーボールも買いまして、楽天でつけております。これはまああのマスクチェーンを使ってかけているので、全然終わってくれはしないんですけど、たまにねここでまあこうやって着替えてる時とかにこうパッて当たる時があるんですよ。そんな人がねこう自然にこうなんかいい感じに揺れてくれたりするので、まあ、その時はこのミラーボールのね仕事がやってくるっていう感じです。でもこの感じもなんかすごい気に入ってる、キラキラして可愛い。結構ねこのお部屋ごちゃっとした感じなんですけど、あえてなんかそういう感じでヴィンテージ風なお部屋じゃないですけど、海外のお部屋というかをイメージした衣装部屋にしております。割と私のこのお家はなんか本当部屋によってテイストだったりとか、ゾーンによってテイストが違うと思うんですけど、まあ、でもいろんなね雰囲気が楽しめて私は好きなので、こういった感じでお部屋を作っております。ということで、このような感じでルームツアーは以上でございます。どうでしたでしょうか皆さん、なんか好きなインテリアとかお気に入りのお部屋、お気に入りのコーナーとかはありましたか？もう私はインテリアも結構好きなので、いろいろ見たりとかしてて、もう一時期ね本当にインテリア狂っていうぐらい毎日毎日ネットとかでインテリアを探してっていう感じでやってた時期もあったりしたぐらいなんですが、結構まあお気に入りを詰め込んだお部屋になっております。先ほどもね言ってましたが、本当に私のお家はいろんなテイストが混じっていて、あんまりこう統一感っていう意味で言うとないお部屋お家だとは思うんですが、まあ、でもなんかこういろんなね気分を味わえて、私はお気に入りのお部屋なので、どこか少しでも参考になったら嬉しいなというふうに思います。本当にねお待たせしてしまって申し訳ございませんでした。なんか結構まあ本当インテリアでいろいろこう気分転換できて、すごい住みやすいお家でもあるので、まだ全然引っ越す予定とかはないんですけど、またなんかインテリア変わったりとか、もし新しいお家に引っ越すとかなったら、そういうタイミングでまたルームツアー撮れたらいいかなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。